ならし運転は、新しい工業製品を本格的に使用する前に、その工業製品の持つ性能をフルに使わず、性能を抑えて使用することを指す。また、新しい運用を本格的に始める前に、新しい運用になれるための使用的な期間を指して、呼ぶこともある。ここでは、工業製品のうち、 その製品の性能を使用者が幅広く調整可能な自動車やオートバイにおける鳴らし運転について説明する。一般に機械や装置類の故障発生は故障率曲線によって示されるが、使用開始直後は初期故障期にあたり、故障率は時間の経過とともに低下し、やがて安定した状態になっていくことが知られている。 部品の組み立て集合体である自動車やオートバイもこの例外ではなく、使用開始直後は初期故障による故障の可能性が高い状態にある。自動車やオートバイにおいても、当然、厳しい工程内検査や出荷検査が課されてはいるが、実際に動作させて熱変化や振動などにさらされると、各部品自体の、あるいは部品相互感の干渉。 組み立て時に締めたネジが緩むなどの事象が生じるため、故障に至る可能性が高くなると理論上は考えられる。このため、各自動車メーカーは、新車販売1ヶ月後あるいは3ヶ月後、あるいは走行距離が 1000km や 3000km に達する前に、新車点検整備を無料サービスとして実施している。ユーザー側としても、新車購入直後に、 全負荷をかけるような、無理な運転を避けることを心がけ、新品の間、エンジン回転数を抑えた運転を行うことを鳴らし、運転という。初期故障期対策としての鳴らし運転には、次のような効果が期待できる。これら初期故障期対策は市販車だけでなく、競技用車両においても行われる。競技用車両の場合は、シェイクダウンと呼ばれ、新車を、 実レース投入前に一レースで走行する、距離以上を走らせ、不具打点を適出し対策するために広く行われている。ならし運転が必要であるか不要であるかについては、諸説議論がある。メーカーの発表としては、以下のようなものがある。ならし運転が必要あるいは有益とする説においても、ならし運転の方法については、諸説がある。なお、 車の取扱説明書に鳴らし運転の方法についての説明が記載されているものがあり特殊な例では段階的な鳴らしの工程とともに各工程で使用するエンジンオイルの粘土が指示されている場合もあるまた評論家が具体的な鳴らし運転の方法を説明している場合もある小野田清志氏式 BMW 鳴らし法ありがとうございます